ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい臨床者ニュースになりますが、中国市場におけるですね、2024年6月超最新の、電気商社の、販売台数の速報値が判明してきました。BYD、ファーウェイ、シャオミ、ニオ、そして Zika などですね、軒並み史上最高の販売台数を更新してきました。そしてですね、テスラの Q2 販売台数がですね、発表される直前として、中国国内におけるですね、このマイナス成長を織り込んだ、最新のですね、販売台数予測なんかもですね、絡めながら解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのが、2024年6月最新の中国市場における EV 販売動向となります。いまだに公式機関による車種別の詳細の販売台数の内訳は公開されていないものの、既に多くの自動車メーカーが6月そして2024年上半期の販売台数の速報値を公表している状況です。それでは早速2024年上半期における中国市場の EV 最新動向についてを一挙に概観していきたいと思います。まずはじめに、やはりテスラの販売動向を最初に確認していきたいと思います。既に6月24日から30日までという第2四半期最終週の登録台数の速報値が判明済みです。黄緑のラインで示されている通り、ズバリ 1.4 万台を実現してきました。他方で前年同四半期である水色のラインを追ってみると、実に 1.7 万台以上の登録台数を実現していると。より分かりやすいように、四半期ごとの週間登録台数の累計を示したグラフを見てみると、この通り、この2024年 Q2 については前年同四半期の23年 Q2 と比較してもマイナス成長で終わってしまっている様子が見て取れます。具体的には前年同四半期でマイナス 7.8% という実績です。このチャンネルでは解説していた通り、実は中国テスラについては2024年 Q1 についても前年同四半期でズバリマイナス 2.1% というマイナス成長を記録してしまっていたわけです。ところが今回、そのマイナス成長の度合いがさらに悪化してしまっていることが判明したわけですよね。この中国テスラについては Q2 に突入してすぐに日本円で30万円級の値下げを実施しながら、その後には一定の頭金を支払うとローン金利がゼロというゼロ金利キャンペーンもオファーしていました。ところがやはり四半期を平均してみると前年同四半期を下回る結果にとどまっていると。やはりこのことからも中国市場においてはテスラに対する需要がすでに上限を迎えており、その上で後ほど詳細に取り上げる急速な競合ブランドの台頭によって販売促進キャンペーンを打ちながらも需要が減少し始めていると言えるわけです。したがって中国国内においては前年同四半期でマイナス 1.2 万台程度のマイナスが確定したわけです。その上、既に解説した通り欧州市場においても4月と5月においてはおおむね1万台のマイナスが確定済みです。また北米市場についても同様に1万台ほどのマイナス成長、そしてタイ市場をはじめとする新興国についても登録台数が増えてはいない見込みであることから、全てを合計すると Q2 の納車台数は下限で43万台上限で 43.5 万台程度になるのではないかと。すると前年同四半期である23年 Q2 と比較しておおむね 7.7% から 6.7% 程度のマイナス成長に落ち着くのではないかと推測可能です。果たしてこの予測が当たるのか、もしくはテスラが北米市場を中心に踏ん張って44万台級を実現してくるのか、はたまた欧米で6月に想定以上販売台数が伸びずに43万台を下回るような状況にまで落ち込むのかと。そして何といってもバッテリー EV の販売台数対決として、中国 BYD の Q2 販売台数 42.6 万台を上回ることができるのかと、日本時間7月3日未明の Q2 納車台数速報には注目していきたいと思います。そして今回の本題として語っていきたい中国勢の動向として、まずは何といっても中国最強の自動車メーカー BYD について、6月のグローバル販売台数はズバリ34万1658台を達成しました。 BYD の歴史上最高の販売台数をついに更新してきた格好です。この販売規模というのは年間400万台上回るペースです。2024年下半期でどれほど販売台数を伸ばすことができるのか、月間40万台という大台に12月までにですね、これ突破することができるのか注目が集まっていると思います。他方でこの BYD の6月の販売動向については2点ほど注目すべき点が存在すると思います。まず第一に、バッテリー EV の販売台数が横ばいであるという点です。具体的には14.5万台と5月と比較しても横ばいです。23年末と比較してもまだボリュームで足りていない状況です。よって現在 BYD の販売台数増加に貢献しているのが PHEV の存在です。6月の販売台数はズバリ 19.5 万台と歴史上最高の販売台数を大きく更新しています。この動向については間違いなく2月から始まった2024年モデルのオーナーエディションの発売、その上5月末から発売がスタートした第5世代の PHEV システムを搭載したチンゲルシール O6 の発売開始がプラスに働いているものと推測可能です。
その一方で BYD については同じく5月に発売をスタートしている C ライオン O7 の生産体制の拡張によってもう少し販売台数の増加が見込めるという点、そして2024年下半期については BYD は全ブランドにおいて新型車ラッシュをスタートします。具体的にはまずはオーシャンシリーズとしてコンセプトカーのオーシャン M をベースにしたおそらくシール O6GT と名付けられる見込みのハッチバックタイプのバッテリー EV、 次に王朝シリーズからソン L の PHEV バージョン、ソン L DMI、 また年末もしくは2025年初頭までにタンの上級モデルとして3列目シートを搭載するタン L、 その上デンザ D9 の大衆バージョンとしてミニバンセグメントのミン、おそらくどちらも第5世代の PHEV システムを搭載する PHEV のみラインナップされる模様です。次にデンザブランドからはすでに公開済みのフラグシップクーペバッテリー EV の Z9GT、 またファンチェンバオからは大型 SUV の PHEV であるバオ8および小型 SUV のバッテリー EV であるバオ3、そしてヤンワンブランドからもフラグシップセダンであるバッテリー EV の U7 が全て2024年後半に投入予定です。まさに尋常ではない新車構成を仕掛けてくることから2024年後半特にバッテリー EV 販売をどれだけ伸ばすことができるのかと、そして第5世代の PHEV が一気に投入されていくことで PHEV 販売台数もどこまで伸ばせるのかと、下半期の BYD の最新動向にはがぜん目が離せないと思います。次にニオをはじめとする中国 EV スタートアップ勢を確認していきたいと思います。まずニオについては6月単体でズバリ 2.1 万台オーバー、歴史上最高の販売台数を更新しました。販売内訳は判明していないもののセダンの販売台数が9628台を実現しています。現在ニオは ET5 と ET5 ツーリングおよび ET7 しかラインナップしていないことから3車種ともに大きく販売台数が伸びているものと推測可能です。また Z カーについても実に2106台もの販売台数を実現しました。歴史上最高の販売台数を更新してきた格好です。販売内訳は公開されていないものの間違いなく売れ筋の Z カー001および Z カー007というセダンの販売台数が史上最高を更新しているものと推測可能です。それではなぜこれほどまでに EV 新興ブランドのセダンの販売台数が伸びているのかと、それは何といってもシャオミの存在が大きいのではないかと推測できそうです。そのシャオミについてはついに月間販売台数1万台の大台を突破することに成功しました。すでに当初の2024年シーズンの納車台数目標10万台をズバリ12万台に引き上げています。下半期にどれだけ販売台数を伸ばせるのかに注目が集まっていたものの、このシャオミ SU7 が市場に投入されたことによって現在中国人の EV に対する注目度が上昇よって SU7 を検討する際に競合車種を比較する機会が大幅に増加しています。それによってガチンコの競合車種を発売するニオや追加の販売台数も上昇している模様なわけです。いずれにしても中国全体の EV に対する注目度が一段引き上がったという意味においてこの一連の流れをシャオミショックと呼ぶことができるんじゃないかと思います。またリオートについても 4.1 万台以上の販売台数を実現したと、史上2番目に多い販売台数を達成しました。特に4月末から発売スタートしているエントリー SUV の L6 が爆発的人気を博しており、6月は2万台以上の販売台数すら実現しています。他方で3月に発売スタートしているリオート初のバッテリー EV メガに関しては販売低迷が続いています。もともと計画されていた2024年中のさらなるバッテリー EV の追加を完全にキャンセル済みです。バッテリー EV 販売のためにまずは急速充電インフラの拡充にコミットすると表明しています。いずれにしてもリオートのバッテリー EV シフトの動向については引き続き最新情報をウォッチしていく必要がありそうです。そして現在中国プレミアム EV セグメントのリーダーであるのがファーウェイの存在です。なんと6月単体でズバリ 4.6 万台以上の販売台数を実現しています。この1年弱で尋常ではない需要増加の様子が見て取れます。中でもファーウェイのブランド力の高さが示されているのがフラグシップ SUV の M9 の販売台数が6月単体でズバリ 1.7 万台オーバーを実現しているという点です。 M9 は日本円で1000万円以上という高級車に該当することから、それが月間 1.7 万台も売れているというのはまさにファーウェイブランドの力そのものなわけです。また6月中にもミッドサイズ SUV である M7 のモデルチェンジを行ってきたことから再度販売台数が急上昇中です。6月単体では 1.9 万台弱だったものの7月以降は2万台を大きく超えてくる降参です。その上このファーウェイの EV ブランド連合であるハーモニーインテリジェントモビリティアライ
ライアンスについては第3のブランドステラトブランドが仲間に加わります。8月中にもフラグシップセダンの S9 を正式発売予定です。メルセデス S クラスやアウディ A8、 BMW 7シリーズに対抗する高級セダンとしてドイツ御三家と直接対決します。仮に M9 のようなヒットを飛ばすことができた場合、いよいよドイツ御三家に深刻な販売台数減少をもたらす可能性すら出てくるわけです。またルクシード S7 の SUV バージョンである R7 も2024年下半期に投入予定です。特にモデル Y のライバルとしてファーウェイのさらなる販売台数増加に大きく貢献するはずだと思います。はい、このようにして2024年6月最新の中国国内の EV ブランドの販売動向についてはほとんど全てのブランドにおいて史上最高の販売台数を更新してきました。そしてその販売増加をリードしている存在というのが BYD、Xiaomi、そしてファーウェイの存在です。中でも BYD に関しては中国の市場調査を行うインフルエンサーによると6月中になんと中国国内だけで驚きの41万台もの確定注文を獲得済みです。6月の BYD の国内販売台数は31万台程度であったことから、これほどの成長を続けてもなお未だに中国国内の需要に対して生産スピードが追いついていないことが示唆されているわけです。まさにチンエルというですね、第5世代の PHEV の登場が BYD の需要増加に拍車をかけている状況なわけです。はい、何にせよですね、この6月のですね中国国内の EV 販売動向についてはまもなくですね詳細な車種別販売台数、そしてですねそれによって中国の電動化率、これ判明してくるわけですから、まあ、日本国内のね電動化率なんかと比較しながらですね、特に BYD、Xiaomi、そしてファーウェイというですねこの巨人たちの EV 販売動向を中心にですね、詳細情報を改めてですねアップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。